1>, はいえー、1億円思考で最も大事なものっていうのはたくさんあるんですよ。最も大事なものがたくさんあるっていうものね、矛盾をはらんでるんですけども、私はですね、やっぱり今の時代でしたら、情報というものを商品にしない限りは1億円というものは見えてこないと思います。情報の重要性なんですよね。私も店舗をやったり会社をやったりしましたけども、最も粗利率の高くて、時間の自由が利くもの、それはね、やっぱり情報を扱うことでございました。こういうふうな YouTube 発信するっていうのも情報を扱ってるってことになります。はい。えー、店舗をやるよりですね、 店舗の情報を扱う人にななった方がいいわけなんですよ。店舗を毎日ね出勤して商品作ったりとか従業員教育したりとかねお客さんに成立したりとかするっていうのももちろんね貴重なことではありますよでも利益のことだけ考えるんだったらこんなことやってたらダメです店舗をやるよりも店舗の情報を扱う業者になった方が絶対いいんですよねそしてね 商品を作るよりも、商品を扱うメーカーとか、流通をやるよりも、商品情報を扱う人になった方がいいです。最も楽で、最も大きな可能性をこうね享受できる、利益を得れるのが、こういう情報を扱うことですよね。店舗の情報を扱う、商品の情報を扱う。もはやですね、ラーメン屋を経営するよりも、ラーメン店、有名ラーメン店の情報を掲載したブログの方が稼げる事態です。しかも、 一人でいいわけなんですよ、うん、店舗っていうのは一人ではなかなかできない部分もありますよね業者さん、仕入れ業者さん、取引先が行ったりとか従業員さんが行ったりとかあースーパーバイザーさんが行ったり部長が行ったり、店長が行ったり、上司が行ったり必要なものが必要です、うん、それで、えー、制服も買ったりしますよねで、店舗の掃除もいりますよねさあ大変ですよねでも情報扱う人ってこれら全部いらないんですよ一人ですはい、えー。そしてですね店舗とか商品っていうのはあのー、変更が難しいんですよ うん、今日までそば屋やってた人が明日からラーメン屋やろうかなっていう同じようなジャンルですらもうね業態変更がかなり難しいんですよで従業員さんも一からまたね、あのー、商品知識とかを身につけないと思ったらもうその瞬間に辞めるっていう人も出てくるかもしれませんね変更が難しいのが商売なんですよ、うん、で情報っていうのはね変更が早いんですよ今日までは子育てのブログをやってました明日からはメジャーリーガーのブログをやろうむちゃくちゃ簡単です エントリーといって記事を書くだけですからねそして動画なら動画を撮るだけですから非常に簡単ですしかも自分の興味があることを発信すればいいのでものすごくね楽しいんですよねさらにもう一個ありますあらりが高いんですよなぜなら情報を扱う人経費がものすごく低いからなんですよねでも店舗っていうのは1人のお客さんも来ないのに経費だけは1兆万円かかるわけですよ100人来ても同じようにかかるわけですよ、うん、商品っていうのもそうですよね 売れるる前かかからコストがかかるんですよですから売れる前からマイナスなんですよね。こういうことを考えていくと、情報っていうもののアドバンテージがいかにあるかっていうことが分かると思います。さあ、1億円を稼ごうと思ったら、情報を稼がなければ、情報を扱わなければ、達しないっていうことがお分かりいただけなんではないでしょうかね。